砥部町大南の砥部焼伝統産業会館で砥部焼伝統工芸士による作品展が開かれています。これは伝統工芸品の知識や技術などを高く評価された砥部焼伝統工芸士によるおよそ270点の作品展です。夏と冬にですね、年に2回伝統工芸士さんによる作品展をしております。昔ながらの唐草模様を技法としましたお皿とか壺もございますし、また新しい形としまして結晶釉を使った小鉢とか大皿などもございます。で、大きさもですね、そばチョコとか壺などもありますので、こう幅広くですね、見ていただけると思います。またこの季節ならではの夏の涼しげな鉢もございますので、そういったところも見ていただければと思っております。こちらの展示会はですね、7月の29日の日曜日までしております。ぜひ手に取っていただいて、形とかですね、肌触りとかですね、持った時の質感なども体験していただければと思っております。また会場では作品の販売も行われています。伝統工芸士たちの技が光る数々の作品に触れて、お気に入りを見つけてみてはいかがでしょうか。